この秋一番の冷え込みです。1390m、ただいまの温度5度です。発車になります。走りましたら右手ご覧ください。例年より2週間早い紅葉です。はい、どうぞ。左側の方もよく見えてます。下の方も見てください。皆様、本日は遠方よりようこそ国立公園那須高原にお越しくださいました。この度東野交通那須ロープウェイをご利用いただき誠にありがとうございます。前の方は正面の方見てください。中間あたり左右を見てってください。左側の方はおでんおでんを見ててください。およそ4分で結び、海抜 1915m の茶臼岳9号目に到着いたします。この茶臼岳は那須連山の主峰で、前の方前下、右側の方右真下を見てってください。白い海を見上げております。ロープウェイは昭和37年10月20日に運行を開始し、平成14年4月27日にリニューアル工事により、車掌を含め111人乗りのゴンドラ林道号と滑降号を運転しております。まもなくゴンドラの交差するところが中間です。ゴンドラの速度毎秒5メートル、時速18km でございます。進行方向右手をご覧くださいませ。右手に2つの山がご覧いただけております。熊笹の美しい低い方の山は鬼の面と書きまして鬼面山です。三角に尖った岩肌の険しい高い山は海抜 1896m の朝日岳です。こちらからはご覧になれませんが、この山の裏側には三本槍岳、素朴な三床屋温泉がございます。その付近には鏡沼や高山植物の宝庫といわれる清水平がございます。お知らせいたします。まもなくゴンドラ地中通過いたしますと前後に揺れます。捕まってください。こちら側で揺れます。まもなく茶臼岳の急行で1684m 那須山頂駅到着でございます。山頂駅より河口まで大人の方で片道およそ40分から50分でお登りになれます。ぜひ足を伸ばされまして、神秘的な河口とその道すがら、可憐な苔もも、岩高蘭など重ねてお客様にお願いいたします。昨日は救助が3回も出ております。救助隊が3回も行っております。上から下からで6回6人の方が怪我なさってます。降りてくる時に怪我をなさっているようです。ロープウェイは風が強い時、連日です。もう7日間8日間怪我に負けて、栃木のヘリも大変なようです。栃木のヘリが来ない場合は他県のヘリが来ます。病院は他県のその北県の病院に搬送されます。一番遠いところで宮城県から4年くらい前かな、宮城県の病院に搬送されてしまいます。はい、ドア開きます。ありがとうございます。足元ご注意ください。どうぞ。